翔がコイントスを終えました。エンジンのユニフォーム福大若葉、今キックオフされました。サニックス杯3位決定戦です。前半右から左に攻めるエンジンのユニフォームが福大が体に当てて対応を見せていきました。高い位置でボールを奪ったのは福大若葉、中に入れていく。シュートを打てるか、17番の牧山のシュート、これがこの試合初めてのシュート、17番の牧山大河です。スピードをフィードが持ち味の選手。高い位置でボールを奪った中島、左足でシュートを打っていきました。ただここは外のサイドネット、東海大福岡初めてのシュートです。ハットにして切り返していく。縦に仕掛けた大森、クロスを低いボール、大森が積極的に仕掛けていきます。まだある、クロス、ヘディングシュート、ここはうまく合いませんでした。6番の井上、2列目、22番金丸、樋口が長いボール設定、10番の中島反転してシュートを打っていきました。ただここはゴールラインギリギリのところ、ここ副審の判定はノーゴール。今日セーブを見せました。素早いリスタート、9番の川上、左足でシュート、ここは枠を外れていきました。ここで前半の飲水タイムです。縦パス、ここフリーで受けた10番の中島、前を向く。左サイドの大森、14番の小川が対応します。大森縦に仕掛けて左足のシュート、こぼれている。16番の倉田、左足で詰めていきましたがゴール捉えることはできませんでした。5番の坂本、ここに縦に入れた。10番の中島、前を向いて。8番の久保田、左サイド大森、右足シュート、ゴールキーパー正面でした。5番の坂本、左サイドのスペースを使う、中に切れ込んでいく、切り返して、6番の井上のシュート、6番のキャプテンの井上です。でセカンドボール拾ったのは9番の大森、16番の倉田を走らせる。少しボールが長くなりました。ここで前半終了のホイッスル、東海大福岡のキックオフで後半がスタートしています。エンド変わって右から左に攻めるゴールドと黒のユニフォームが東海大。中島前を向いて仕掛けていく。16番の倉田、11番の村上の前、こぼれている。11番の村上キープして落として、16番の倉田ですがうまくミートしません。6番の井上狙ってきてヘディングシュート、これはゴールを捉えることができませんでした。8番の久保田のヘディングシュート、6番の奥井ヘディングで前に送っていく。11番の村上から左サイド、10番の中島通った。中島が中に仕掛けてシュートを打っていった、これはわずかにゴールの右に外れていきました。10番の中島カットインから素晴らしいシュートでしたが、ゴールのわずかに右にそれていきました。10番の中島がスローイン、13番の池田青と左サイドのスペース、14番のここに浅香がいます。10番の中島、中には選手が4枚入ってきている。左足でクロス、これがゴールに直接入るか、詰めていた。先制したのは東海大福岡、代わって入った11番の村上康生。後半の25分、右サイドの裏にスペースに蹴っていきました。ここで試合終了の長い笛、3
サニックス杯3位決定戦、福大若葉対東海大福岡の一戦は、ゴールドと黒のユニフォーム東海大福岡高校が1対0で勝利しました。